はい、皆様どうも、マフロです。それではデッドバイデイライトやっていきましょう。はい、今日も殺人鬼側、最後の殺人鬼になります。はい、カニバルなんですけども、このキャラだけレベル上げております。はい、まあ他のキャラが上がってないんでね、ティーチャブルっていうんですか、あれは手に入れてないわけですけど、このキャラのね、バーベキュー&チリっていうのが使えるということなので、今影見えたな。はい、チェーンソー使いです。ここ行ったんじゃないかな。って言ってもうまく使えないんですけどね、チェーンソー。普通に殴った方が早いという。ああ、気づかれちゃった。不意打ちかませよう、かまそうと思ったけど無理だった。もういないよね。ていうかこの地形初めてかも俺。わからんなあ。初めてじゃないわ。ははは。ささやきが反応してるからこの近くにはいると思うんだが、あ、逃げた。どこ行った？いた。ああ、当たんない。チェーンソーやっぱ難しいよね。これぐらい近づけば当たるか。当たった。ここ地下かどこにあるのか分かんない。そう、バーベキュー&シールこう吊るすとね、遠くにいる人たちが見えるんですよね。これが欲しくて。いるいる。逃げられたか。壊しとくか、とりあえず。そうそう、あの人助けられるかな。助けられないのか。いや、地形がよくわからん。この下にもあるな。どうやって下行くんだこれ。下へ行き方がわからん。 あ、こっから入んのか。あ、こっから行くのね。ん？どこだ？これか。触られてないし。助けられたか。行くか。あ、誰かいる。みっけー。壊せるんだよね、チェーンソーなら。まだ。後半楽になるからね、壊しといたらね。あれ、どこ行った？ あんなところに。
回る気か。スピード速くなるんだぞ俺は。殺人鬼は速くなるようですね、時間が経つごとに。追いかけてると限定ですけど。あー、うち、ここどこだそうか、こっち回らなきゃいけないんか。それ知らんかったかな。逃げられたかな。あ、でも足跡残ってるかな。いやー、この人だけに構ってる場合じゃない。まあ、早くやっつけないと。もう3つか。あそこで2人固まってるな。今一つチェーンソーが使えてないですが、そこに今見えた。追いつけるかなこれ。よし、ナイス。この人2回目だよね。あれ、この人初めての人だ。さっきと違う人か。あ、いたうめき声。あれ、セルフケア失敗したんだな。うめき声のおかげで気づけたよ。さあ、吊るさせてもらいたい。失っちゃった。開いた。今ので横行かれてたら多分分からなかったけどね。またぐるぐる回るつもりか。ああ、ちくしょう、ため攻撃が失敗した。ああ、ここ入られると分からないな。慣れてるね地形。分かんないもん俺ここ吊るしたい。またぐるぐる回るのか。速くなるんだよ俺は。もうあんたに構ってる場合じゃないんだ。早くなったら追いつけるよ。せめてこの人やっつけたいなこの人にかなり時間を取られてしまった。あそこに一人いるな。近くで隠れるつもりだな。この辺にいるべ。絶対近くにいるよね。これは離れれないべ。助けに来たところチェーンソー決めたいけどな。どこだ、どこに隠れやがった。
もう時間ないよ。早く出てこい。まとめてやっつけた。これおとりだな、でも。おそらく。何今のピンっていう音は。助けさせん。パーティーかなんかなのかな。人が見えてなかったらどっか行ってたけどね。近くにいたの分かってた。見失ったか。しゃあないな。うわ、一人だと厳しいな。もっとやっつけたい。失敗してる。壊しとこ。ちなみにあの人のところについてる鎌マークは何なんだ。こうピーンってなるピーンってなるのは何なんだ。聞き慣れない音だ。もう一人ぐらいやりたいな。誘ってるよね。時間稼ぎやろうか。なのでやっつけたい。時間稼ぎはやっつけたい。もうこの地形が嫌いだ。わかんないもん。もういいわ諦めよう。ここ入り込まれるとどうしようもない。地形悪いよな。全然慣れてないところだもんな。殺人鬼じゃなくて生存者側だと逃げやすいかもしれんが。壊しとく。幸いそんなに発電機直すのうまくなさそうだ。絶対近くにいるよな。心理的にはここに隠れてやがる。逃げたか。直してる跡があるな。あ、終わっちゃった一人か。この辺に一人いるはずなんだよな。違う。全然ダメダメだな。やっぱ逃げ回られたらきついね。向こう行くか。あれ？いない。てっきりここにいると思ったのに。あ、いた。あれ、不発不発なんてこった。あー、しかも引っかかった。チェーンソー不発。
チャンスを逃しちゃったよ。やっちまった。ボタン離すの早かったんだね。あらら、もう一人はやれたのにな。今当たったけどダメだねこれ。チェ当たんない。あいつにしてやられたな今のやつ。逃げ回られたから。あと一人どこだ。向こうかな。こやつやっつけたいな。やっぱチェーンソー向いてないわ。バーベキューチリのあれのためにはあげたけど、うまく使いこなせないわ。しまった、下がるの遅かった。あ、逃げられる。一歩下がったつもりだったんだけどな。なんでそっち行くの。ダメか。残念、まだまだ腕は未熟のようです。また頑張ってみようと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。